ここかな。すみません、時間ぴったりじゃないか。あゆうかなたリビントン、尾形さんですね。はじめまして、かなたです。なんだ、喋れるのか、よかった。君はイギリスの有名なレーシングスクールを出てるんだってね。西園寺さんから話が来た時は何かのジョークかと思ったよ。知ってると思うけど、 MFG にはグリップウェイトレシオの均一化という変わったレギュレーションがあってね、手を加えなくても馬力があってバランスのいい高価な欧州車が今のところ強い。そのせいかリッチマンズレギュレーションなんて揶揄されているが、俺が君に用意できるのはそんな MFG で成績を残せるような戦闘力のある車じゃないんだぜ。それは聞いてます。それでも MFG を体験させてもらえるだけでハッピーです。オッケー、そういうことならできる限りのサポートをするよ。見るかい車。クールです。お世辞はいいよ、時代遅れのスリーペダルだぜ。扱えるかい？ No problem。 アカデミーでもスリーペダルの H パターンが基本でした。エントリーは済ませてあるよ。君の出走は最終日の7日目だ。そこにある。86か。